もどうも今回もよろしくお願いいたします。皆様のおかげで絶をクリアできました。そこで今回は次元の断絶のマーチンに特化した攻略動画を作成しました。ぜひ攻略の参考にしていただければと思います。それでは行きましょう。ボス、三家のパターンは全部で4パターンになります。しかし処理方法に変わりはないので1つのパターンで解説していきます。アレクサンダー・プライムは三家の名と十字の奇跡をしてきます。ヤスッツはシステムリンクでチャクラムを召喚しスーパージャンプ後アポカリティックレイをしてきます。チェイサーはリミッターカット通称サイコロをしてきます。ノックバック無効が効くのでしっかり使いましょう。図を用いてまず説明します。ジャスティス前に集合したとこからそれぞれの位置へ中央よりを意識しましょう。アレキ正面を北と見て奇数組は左、偶数組は右、3はジャスティス側へ、4はアレキ側へ。言葉が追いつかない。ひとまず図の通りに動くイメージを持ってください。実際の映像で見てみましょう。左や中央よりで残影の中でサイコロ処理終わったら南へ抜け3回目の残影を踏む。2も1と同じことを右側でやるだけです。1、2の注意すべきはジャンプを誘導しないこととアポカリティックレイに当たらないことです。3は中央付近に行きつつチャクラムが終わったら三家の垂直を意識して外周へ。目印は赤丸と赤丸の間の小さな丸の真ん中です。アルファソード処理したらすぐ横に行っときましょう。4はアレキ正面の三家の垂直を意識した外周でスーパージャンプを誘導します。目印は赤丸と赤丸の間の小さな丸の真ん中です。ジャンプ誘導したらアポカリと十字に当たらないアンチへ移動。5と6は中央よりに待機し1、2のアルファソード終わったら1回目の残影に入ります。この時アポカリティックレイに当たる事故がとても多いので外周からギリギリで残影踏むよう意識しましょう。そして北へ抜けていきます。ほぼ同じことを右側でやるだけです。7と8は中央よりに待機し三家2回目に入り終わったら南に向けてアルファソードを処理します。7と同じことを右側でやるだけです。
周行きすぎるとこのようにジャンプを誘導してしまいます。本当意識しましょう。さて、これでこの動画は終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。